クリスチャンの夜道をお聞きの皆様、こんにちは。千田絹江です。今日は悲しみが喜びに変わったお話をさせていただきます。以前のことになりますが、仕事で失敗してしまいました。任された仕事を自分の中で段取りをつけてやっていたつもりだったのですが、肝心なところが抜けており、周りの方にご迷惑をかけることになりました。焦りとプレッシャーがあったのは確かで、次はこれ、次はこれと動いている時に、このことを忘れてはいけないと思いに来たのですが、無意識にスルーしていたことが後で分かりました。仕事が終了してから落ち込んでしまった私は、どうしようもない自分自身に対して悲しくなって神様にお祈りをしました。まず失敗してしまったことを悔い改めて、いつもプレッシャーを感じながら仕事をしていること、どこか自分に自信がないことなど、正直な気持ちを神様にお祈りをしました。すると涙が次から次に出てきて止まらなくなりました。しばらくお祈りをしていると、神様を近くに感じて、神様が目の涙をすっかり拭い取ってくださると思いの中に与えられました。神様は私の弱さもすべてご存知であること、そしてこのような私も神様の愛が豊かに注がれていると深く感じて喜びに満たされました。また仕事を始める前に祈ってなかったことも示されました。すべて最善であり、神様の愛を深く感じた体験となりました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。それではまたお会いしましょう。